皆様大変お待たせいたしました本日はご視聴いただきありがとうございます時間になりましたので多摩デザインユニバーシティ講義プログラムを始めます多摩デザインユニバーシティは新しい世界をどうデザインできるのかを共通テーマとしたバーチャルの大学ですデザインの領域が広がってきている中でその拡張していく領域の第一線で活躍する 実務家ののの方方や大学の研究者、デザイナーの方などをおお呼びししてて毎日開講しております。50の新しいデザイン領域についてそれぞれの視点からこれから何をデザインしていくべきなのか大学の講義のような形でお話しいただいております本日の配信は東京ミッドタウンタワー島5階にあります東京ミッドタウンデザインハブよりお送りしております 会場では、バーチャルな大学としてのデモンストレーションや展示も行っております。質問やコメントは随時受け付けております。最後の質疑応答の時間にまとめて取り上げるので、チャット欄に書き込んでください。また、本日はオンラインだけではなく、会場にもお客様にお越しいただいております。ありがとうございます。 本日は武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科主任教授で株式会社コンセント代表取締役社長の長谷川敦史教授より講義を行っていただきますみんなのデザインとは何かを問いとしてソーシャルイノベーションという領域についてご紹介いただきながらこれからの未来像についてなどお話しいただきます それでは長谷川教授、ご登壇をお願いします。お願い。お願いします。はい。えっ、ー、と、こんな感じで始めていいんですかね。ださいねじゃあますはい、えっ、ー、と、それでは、えみ、ー、なさん、こんにちは、長谷川と申します。えっ、ー、と、これから。 1>, えー、1時間弱で、えー、ソーシャルイノベーションというテーマで、えー、ちょっと最近考えていることをお話できればと思っております。でえっとまあちょっと時間も短いのでどんどんといきますけどもえっとまあ,、まあ、あのすみません自己紹介自己紹介もすにしゃべっちゃってますけども武蔵野美術大学の、えー、クリエイティブイノベーション学科というところで教員をやっております長谷川と申します。 でえっと、今日はまあイノベーションという話をするんですけども、まあ、イノベーションっていう言葉って、まあ、ここの会場の皆さんどれぐらいご存知かなんですけどももともと言葉としては、まあ、こういう経済活動の中で生産手段や資源労働力などをそれまでと異なる仕方で新結合することなんていうような、まあ、そういう言い方がされていて、まあ、新結合という言葉がまあよくキーワードとして出てきたりしてます。で まあ日本ではあのどうしても技術的なあのテクノロジーの,あのイノベーションのことばかり着目されたことがあってどうしても技術的なことばっかりが言われるんですけど、まあ、本来全然技術によらないことなんですねで、まあ、とはいえこのちょっと表現が硬いなと思っていて最近あの僕がよく使っているのは「iClub、えー」I、っていうあの、まあ、イノベーションクラブの略で iClub っていうんですけども まあ高校生だったりの、えー、イノベーション教育ということを、えー、支援するプログラムを作っている小川さんという方がいて、えー、むさびの方の,あの研究所の方も研究員もやってもらってるんですけども彼があの言ってる定義が分かりやすいかなと思って使ってるんですけどもイノベーションとは人々の、えー、行動習慣価値観を変化させる新しいアイデアを生み出し普及させ 新しい未来を作ることまあ新しいあの行動とか、まあ、重要なのは習慣とか価値観というものを、まあ、新しく作って何かこういうことを新しくやった方がいいだろうなって、まあ、我々の何か認識とかあの常識みたいなことを変えて、まあ、それをアイデアを出すだけじゃなくて、まあ、普及させると、まあ、それがみんなに広まっていくっていうことまで含めて、まあ、イノベーションなんだ。だだからアアイデアを出すだけじゃダメで まあ世の中でそれが広まっていかなきゃならないんだということを言っていて、まあ、それが新しい未来をつくるんだ、まあ、これはあの言葉としてはちょっとさっきの言い方よりもカジュアルな言い方にはなってますけどもすごく分かりやすいと思うし、あのーまあ、本当にこういうことだなと思ってます。でえーまあ、とはいえ何かイノベーションって敷居が高いというか何か、あのー なんだなちょっと硬い感じがすると思うんですけど最初にちょっとイノベーションの事例を一つ紹介をして、えー、ソーシャルイノベーションというのはどんなものなのかとちょっとイメージを皆さんと共有したいんですけれども、まあ、これはあのインハウスレコーズっていう名前の、えー、レコードレーベルです。でジュダー・アルマーニっていう、まあ、あのもう僕の友人なんですけれども彼が、えー、イギリスで立ち上げた、えー、レ,レコードレーベルです。で えー、2017年に設立したんですけどもその設立の2年後にユニバーサル・ミュージックってまあグローバルのレーベルがあの、まあ、買収とかまあ提携をする形になってかなりあの大きな資本力を持って活動していてで2018年にはロンドンデザインアワードなんかを取ったりもしているようなまあレコードレーベルなんですけども、まあ、これがなんでイノベーションなのかという話をちょっと最初にしたいと思うんですけれどもえっとまあ こ,のあのこれを立ち上げたジューダ・アルマーニっていう人は、えー、ロンドンにあるルシエっていうあの美大の中のサービスデザインのコースというところ、えー、に入りながら、まあ、このプロジェクトを行っていったんですけども、えー、実はこのプロジェクトは、えー、囚人あの刑務所に入っている囚人が、えー、牢屋の中で運営をしているレーベルなんですね。でイギリスっていうのは えー、囚人の再犯率が高いって問題がずっとあったとつまり一度、あのー、まあ牢屋に入ってそこから出るわけなんだけどもその人たちがまた、えー、再犯をしてしまう率というものが大変大変高くてでまあどういう、まあ、いわゆる教育を施すのかみたいなことが、まあ、問題になっていたでそういう中で彼はサービスデザインのアプローチで、えー、リサーチを行って、えー、18ヶ月エスノグラフィーリサーチってまあ ずっとその刑務所の中に一緒に入ったりとか囚人たちと一緒に暮らしたりインタビューをするっていうことを行って、えー、調査をしていた。たその結果、えー、囚人たちが、えー、いろんなスキルを持ってるってことを、まあ、彼は調査の結果見出したんですね。でところがその個々人の,囚人,の、まあ、囚人だから何か、まあ、犯罪を犯してそこにいるわけなんだけれども実はいろんなスキルを持ってると。 でところがそれはあんまり注目されていなかったでかつ、えーまあ、それらのスキルを再利用して社会で何かするなんてそんなコンセプトは全然ないなかったっていう中で、えーまあ、そ,それをだから自分が何か、まあ、囚人だから悪いことをしたとはいえ何らかのスキルを持ってるのに、まあ、それはお前は使わんでいいから、えー、窓拭きやれとか,なんか掃除やれとか、ね、そういうあの、まあ、単純労働を するということをまあロイヤから出ても、まあ、強いられるわけですね。でそれは囚人の囚人も元囚人になるそのまあ一旦出た人たちも、えー、尊厳が保たれていないとつまり自分のこういうことだったらできるのになと思うことが、まあ、ことごとく無視されてどちらかというと踏みにじられていると。でそ,そこそここそが実は彼らが一回。 社会に出た後に再ををしてしてまうう理由ななんんじゃいいいかということこ、まあ、彼は気づいたんですねでそこで、えー、能力が、まあ、あれが足りないこれが足りないこういうことが駄目なんだってことに着目するんじゃなくて、まあ、こんなことできるんじゃないのって、まあ、強みに着目をしてでかつそういったことを新しいことをチャレンジできる環境を用意してあげてでそれを試していけるような一、まあ、回限り何かトライアルするんじゃなくて。 試していけるような、えー、持続可能な関係を作って、まあ、それを、えー、うまく振る舞えるようにするための、まあ、仕組みアーキテクチャーって言い方をしますけどもを作って、まあ、その中でちゃんと対話を繰り返していこうと、まあ、こういうことを考えたと。で、まあ、ここまで言えばもう分かると思いますけどもその結果作ったのがレコードレーベルだったと。つまりそのある種の社会復帰プログラム的なものとして。 えー、レコードレーベルを、まあ、囚人たちに、えーまあ、アーティストもやってもらったりもするんだけれどもそれだけじゃなくてマネジメントつまり、えー、どういうふうに、まあ、経営として回していくかという、まあ、どうやってレコードを売って、えー、音楽をサブスクでも何でもいいんだけど売っていくのかマーケティングをどうやっていくのか採算をどうしていけばいいのかどれぐらいの費用で、まあ、スタジオを、まあ、あの レコーディングドルガン表でやっていくのす、まあ、全てのそういったマネジメントを囚人たちが自らやっていくような、えー、そういう、えー、レーベルを作ったと。で,で事業に必要な、まあ、教育は必要だつまりマーケティングって何なんですかとかあとファイナンスの財務的な知識が必要、まあ、そういうものは、えー、オンデマンドの、まあ、オンラインでできる、まああのー、刑務所の中にいながらでも受けられるようなそういったプログラムを開発をして彼らが 学べるようにしてでそれはでもレコードレベルをやるために必要なものだから結構モチベーション高くみんな学べると。でまあ実際あの例えば、まあ、ちょっとこれ言い方があれだけども、まあ、こういう放送してる場でちょっとあんまりそういうこと言うのもなんだけれども何かやっぱり社会的なコミュニケーションは上手だけれどもあの犯罪を犯してしまった人なんていっぱいいるわけですよ。つまり、えー、多くの人と えーまあ、例えばちょっと麻薬の販売とかをするとかっていうの実はものすごく多くの人と関係性を持ってどう根付けをするとかの実は感覚はすごく持ってるでそれを悪いことに使ってしまってるんだけれどもポジティブな方に使う可能性があるよっていうことを、まあ、彼らに道を作ってあげたと。 ということを行った結果、まあ、大変モチベーション高く、まあ、行動をしてくれてちょっとこれ情報古いからもっと増えたかもしれないんだけれども、まあ、4つの刑務所の中でこのレーベル自体が運営されていてで刑務所の外にもサポートのハブというものを作って、まあ、運営されるというふうにまあうまくいっていると。で参加者があのまあポジティブな行動学習意欲が上がっていく、まあ、そういうあのもちろんこれまでがそういったことが全くない。 ところでもうだから刑務所から出てもなんかむしろ出た方が不幸なんじゃないかってみんな思ってるような環境で何か学べとか社会復帰プログラムだとかって言われても全然モチベーション上がらなかったのがまあ、レ,レーベルやろうよって言われたらそれはまあ楽しげだしそれがちゃんとビジネスとして回るってこと自体は彼らにとってもまあポジティブになってくるまあ、それでまあ400%のものがすごくモチベートされて。で 暴力を振るうとかするとネガティブな行動は減って,いってでまあこれちょっとデータ古いのであの最新のデータだと変わってるかもしれませんけれども釈放された囚人の人たちが、えー、そのあとトラッキングをしていたところ再犯率が今のところゼロであるとっていうようなあのことになってで囚人たちの,あの加入希望インハンスレコーズにあの刑務所入った人が「やりたいです」って言ってる人がもう列を成しているという状況になってまあある意味とても。 まあ成功ししててるプログラムとして踏みたこういうことがあってあのアワードを取ったりしていてでまあこの,あの彼はすごくあのまあよく僕も話をするんですけれどもあのまあすごくやっぱりこれをこういう活動というものを自分の中でやっていくことに彼自身もあの主催をしているアルマニさんも 意義をを感じながらプロジェクトをやってるんだけれども、まあ、こ,ういうこういうプロジェクトっていうのは僕の中ですごく、まあ、ソーシャルイノベーションとしてまずぽっと頭に浮かぶものなんですね。でこのプログラムの、えー、すごく面白いところっていうのが、まあ、ちょっと構造的に一つあって。あのー 通常ですね、まあ、いわゆるデザインのアプローチ、まあ、デザインシンキングでもサービスデザインでものアプローチってちょっと字が細くてちっちゃくて申し訳ないんだけれども通常こういうものが行われるアプローチっていうのがだいたいですねあの、まあ、当初に何か課題がありますとで課題に対して、えーどえーまあ、最初に課題が本当は何なのかいわゆるダブルダイヤモンドプロセスっていうような形で 本当にそれ課題なのかってことを探索するようなことを行って本当に課題なのはどういうことなんだということをまあ見つけ出すわけですね。でその後、じゃあそれをまたブレストするなりいろいろ解決策を広げて次のダイヤモンドを広げていって解決策を見つけるって、まあ、これがいわゆるあのなんだろうな教科書通りのダブルダイヤモンドプロセスなんだけれども実はジュダはまあ当初課題があってでそこから真の課題を見つけた囚人の能力が えー、着目されていないなあるいは、えー、尊厳が保たれてないということを見つけたところにそれをそのまんまじゃあどう解決しようかじゃなくて実はこのアルマーニ氏、まあ、ジュダはバックグラウンドに、あのー、音楽の実は彼自身がバックグラウンドを持っていたで自分の持っている、えー、バックグラウンドとかそこへの可能性みたいなことを掛け合わせてで新しい解決策を見つけてるってことを実はやってるんですね。でこれは えー、単純に自分が持ってるリソースがあるからとか自分が持ってる能力がこういうことがあるからそれを使って何かやろうっていう単純な話ではなくてこっちの、えー、リサーチをやっているプロジェクトの時僕これ彼に本当に何度も聞いたんだけどレコードレーベルやりたくてこういうリサーチやったんじゃないのってなんか当初の頃結構半分ジョークで聞いたことがあるんだけどこのプロセスや最初の方のプロセスやっている時に。 あのー、このアルマーニさんはジュダは全然自分がそれをレコードレーベルで解決できるってことを全く考えないでやっているで、ま、全くここのここの中では本当に課題は何なんだろうなっていう、まあ、気持ちでサービスデザインのアプローチで本当に、あのー、そこの部分で取ったアプローチは本当に教科書通りのエスノグラフィリサーチをやって、まあ、洞察を言語化していくってことを行っていくんだけれども、まあ、そこから解決策を見つけるところで自分の うちなるまあずっといくつか持っているようなそのうちなるも、まあ、彼なりの特徴であるとか彼なりの、えー、持っているケーパビリティまあ可能性というものを掛け合わせてまあ音楽レーベルってすごくだからユニークなあのー、普通ねあの囚人のことをどうにかしようと音楽レベルってまあ全然自明じゃないと思うんだけど、まあ、そういうものに結びつけていってると。でまあこういうようなアプローチっていうのがまあ まあ、この起こってること自体がそのなんだろうな、まあ、これからも多分応用が利く話で犯罪を犯した人ってものに対して罰を与えるとか強制プログラムを作るんじゃなくて何かそれをポジティブに捉えるような仕組みという形で、えー、問題を解体局的には問題を解決していくっていう意味でいうとすごくあのいろんな示唆を与えてくれるものでもあるんだけども、まあ、こういったような プログラムというかこういったような考え方で、えー、作られていくものは実は、えー、最近デザインドリブンイノベーションという言い方がされていてまあ、テクノロジーのあのー、技術がこういうことがあるからそれで新しいことができるたいうのは、まあ、さっきのねあのレコードレベルは全然テクノロジー、まあ、正直あんま関係ないというかあのー、技,術技術の問題ではなくできてるんだけれども。えー これはあのイタリアのミラノ工科大というところにもともといたロベルト・ベルガンディという先生が「意味のイノベーション」という言い方で今よく知られるんだけれどもデザインドリブンイノベーションまあ新しい意味をそこに創出をしてまあそれによって起こすイノベーションというものがこれから重要になるだろうとまあそういう指摘をしているまあこ,ういうあのこういったものとして解釈をすることができるんですね。 でこの、えー、ベルガンディ先生はこの意味のイノベーションということを起こしていくようなプロセスとして、えー、提案をしているのがまあ日本語でも「突破するデザイン」っていう、まあ、名前の書籍として出ているものがい意味のイノベーションというプロセスとしてまず一、えー、人から始めると。で一人がストレッチって自分の考えというものを広げていてそこからスパーリングといって、えー まあ近い自分が何を考えてるかということを分かってくれるような相手とまあやり合うとあのボクシングでこう殴り合うようにやり合っていってでそれをもうちょっと広いえラディカルサークルというさっきのペアともっとそれがもう一組みたいな形で広げていってもっとそれを広げていくような形で最終的には社会に持っていくまあだからデザインシンキングのアプローチがどちらかというとユーザーの観察をもとに、えー ヒントを得ようというものに対してどちらかというと自分から始めてていいいいくという、まあ、そういうそアプローチを取っているわけですですまあ、これだけ見るとまあこれもさっきの10段の話と一緒で何かあの自分の思い込みとか思いつきをやればいいのっていうふうにも見えるんだけれども実はまあ、ちょっとこの本を注意深く読むとわかるしあの最近あの 友人と結構議論しながらそこも明らかになっていったんだけれども実はこの意味のイノベーションを起こすためにはこの前に何かが必要になってくるということが実はこの本の中でもそこが指摘されてるんだけれどもでそれが何かっていうと,、えー、とディスコースと呼ばれている、えー、まあ日本語でディスコースっていうのは言説とか、まあ、何かあの主張みたいなこととかそういう言い方がされるんだけれどもまあディスコースというものが えー、その先には必要でまああのここで言ってるディスコースっていうのはどちらかというとまあ表現としては議論とか対話をするような、まあ、コミュニティの中で、えー、議論をしていく中で何か洞察が生まれていくと、まあ、そういうことを指すんだけれども、まあ、このディスコースというものが、えー、まずは意味のイノベーションのもとには必要になってくると、まあ、こういうことが、えー、言われているんです。で まあ、このディスコースって分かりにくい言葉なんだけども実はデザインの,あの世界の中ではあの、まあ、ここ十年十数年の中では実は結構、えー、よく出てきている言葉で特に有名になったのがおっと失礼、えー、クランス・クリッペンドルフという、まあ、デザイン研究者の人が、えー、2008年6年確かそのぐらいに えー、セマンンティックターンという、まあ、日本語で「意味論的展開」というふうに名付けられている本を出してまして、まあ、そこの中で、まあ、デザインをして作る、まあ、デザインしてで出来上がるものっていうのは果たして何なんだろうかということをまあ論じている。でそれは、えー、最終的には我々はデザインをする人っていうのは意味を作っていてで意味を作ってその意味というものが果たして何なのかということを まあ社会に対してて通っていく、デザインコミュニティが新しい意味を作り出してそれを社会に通っていく、まあ、これをディスコースというふうにまあ逆なんだけどディ,ディスコースをデザイナーは今は作ってるんだということを、えー、この本の中では述べていてもともとはプロダクトが生まれていくそれが、まあ、あの商品になったりサービスになったりする時代があってでインターフェースデザインの時代があって。 システムマルチユーザーシステムだってネットワークを作ってプロジェクトを作っていくってことをさらに超えてデザイナーが生み出すものはディスコースなんだという言い方をしていると。でそれが新しく意味を生み出すさっきの,あのベルガンディの意味を「意味のイノベーション」ということともこうするんだけれども新しい意味を生み出すということがここでも論じられているわけです。でももううちょっととこののディススコースというものを まあ深掘りをしてみると先ほどの「セマンティック・ターン」という本の中で言われているまあディスコースとは何なのかということがこの5つだというふうに定義されていてまあデザイナーが何かを作り出すプロダクトを作り出すかサービスを作り出すその時にまあその作り出したもののまあ人工物アーティファクトその人工物というものとまあそれがテキストで何か書かれたものというまあそういったものがまず一つ、えー アウトトプットされるでそれのコミュニティディスコースコミュニティという、まあ、それが果たして何なのかどういう意味なのかとかそれをどう我々は解釈していくのかということを、まあ、語,り合う語り合うようなコミュニティというものが、えー、作られるでそれを、えー、組織的に、えー、周期的に実践をして、まあ、改善をしていくとかそれについて、まあ、コミットしていくような、えー、活,動と活動体というものが生まれていく。 でかつそれに、えーまあ、それは何であって何でないかという境界、まあ、というものが作られてでかつそれらを正当化する自分たちのやっていることというものを、まあ、どういう意味があるのかということを主張していくということになるんだけれどもということが行われていく、まあ、こういうことを行っていくというのが、まあ、デザインのディスコースであるというふうに捉えていて、えーまあ、定義されていてでまさに今デザインというものが やってる行為デザイナーがやってる行為っていうのは、まあ、新しい意味を作り出してその意味というものを社会に、まあ、広めていくという行為というものはこのディスコースというふうに、えー、このクリッペンドルフが定義をしてるわけです。で実はあのこのここで言ってるこのディスコースというものが先ほど話をした意味のイノベーションの、まあ、個人が何かを生み出すとこ時の 準備段階としてのディスコースというものに、まあ、そのまま該当するかなというふうに僕は思ってたのが実は3日くらい前にあのインフォバーンっていう、まあ、デザイン会社の,あの井上さんって僕の友人との対話の中で実はあの意味のイノベーションで言っているディスコースはこれじゃないんじゃないかという指摘を受けてちょっとあの今日のスライドには全然間に合ってないんだけれどもちょっと違う議論もあるなというのは実は気づいたんだけれどもまあちょっと今日は話が。 ややこしくなるので今そんなに多くの定義は出さないんですけれどもでもあの今の時代でデザイナーが作り出すものっていうものがもうすでにものを作るとかあの、まあ、形がなんか削り出すとかそういうことを超えて、まあ、その先にそれがどんな意味があるのかということを、えー、社会に問,い問うていくと。で社会に問うという時にはそれを自分で作りましたこれこんなんですっていうふうに言うだけではなくて最初のイノベーションの 定義ともあの小川さんのイノベーションの定義とも呼応するんだけれども、まあ、それがどのように、まあ、社会の中の意味を持っていくのかということをだから一人ではなくて論じていくようなコミュニティみたいなものを作っていってその中で、まあ、批判的な議論も行いながらそれを、えー、社会の中で展開をしていくと、まあ、そういうあの <laughs> 意味を広めていくという行為が まあここで言っているデザインのディスコースで,でそういった行為の中で見出された新しいチャンスというものを、えー、気を捉えてでそこからじゃあこんなことが新しくできるんじゃないかというふうにスタートをしていく、まあ、これが実は意味のイノベーションのプロセスであるというふうに、えー、捉えることができると思います。でそこそれを一般化していくと、えー、我々が日常の中で何かについて 対話をしていく、何かについて問題意識を語っていくという中で新しい洞察が生まれるこういうことをやるべきなんじゃないかという洞察が生まれていってそのことについて、まあ、活動を始めてそれを実践していく、まあ、そういったこと自体に一般化されたものが実は意味のイノベーションのプロセスディスコースに基づく意味のイノベーションのプロセスであるというふうに、まあ、考えていくことができるわけです。 でという話の一方で最近ちょっとこれ論点が変わるんだけれども、えー、バウンダリーオブジェクトという言い方が最近よく聞かれるようになりました。でこれはも、えーえー、とも、えー、と博物館かな博物館の,あのプロジェクトの中でいろんな専門性が違う人たちが あの共同のプロジェクトをやっていったものが何でうまくいったんだろうかっていうことの分析をする論文の中でえ最初に使われたものなんだけれどもまあ今あのバウンダリーオブジェクトからバウンダリー境界人,人と人との境界というものをつなぐ、えー ももののとといいいいううががバウンダリーオブジェクトという言い方がされていて例えばデザインのプロジェクトの中でよくあるのがサービスデザインのプロジェクトでよくあるのがデザインサービスデザイナーとマーケティング担当者と、えー、企業の中の販売を担うセールスの担当者がサービスデザイナーのプロジェクト新しい事業を作るプロジェクトを行うと。で、まあ、みんな考えていることが違うとサービスデザイナーはまあユーザー価値のことを考えるしマーケターはどういうふうにプロモーションし、まあ、負けたって。 ユーザちょっと狭い意味で言うとねあのプロモーションのことを考えるとかってあってでセールスの人はもっと販売のことだみたいなことを考えてみんな見てる姿勢が全然バラバラだったりするんだけども例えばカスタマージャーニーマップっていう、まあ、デザインのサービスデザインのツールなんかをみんなで議論していくと実はカスタマージャーニーマップがどんなものが作られるかということが、まあ、実は大して重要じゃなくて一つのカスタマージャーニーマップを作るときに デザイン側の人は、まあ、ユーザーの行動の全然例えばビジネスと関係ないところでこんな振る舞いをしてるんだってことを、まあ、しつこく言うでマーケターの人はあの、まあ、自分のことをもちろん言うんだけどもあこういうデザイナーっていう人種はそういうことを言うんだとかそういう誰が何を言うかその語り方を我々はプロジェクトの中で見ることができるで作られるものをある種出しにしてそれを作るという過程において 自分たちの、まあ、プロジェクト全体における自分の立ち位置が果たしてどういうところだったのかということを確認したりあるいは、えー、メンバーあのサービスデザインのプロジェクトというのは基本的に参加する人全員違う属性の人が参加したりするから違う属性の人たちがあこの人たちはこういう違う考え方を持っているんだ全然、えー、言葉遣いがそもそも違うんだということを、まあ、見ることで我々はそこからまあ ある種メタ認知して自分,自分との相手との違い、まあ、プロジェクト全体の中でじゃあ自分は何をこの人たちと話をしていけばいいなのかということに気づいていくとかあるいは、えー、であれば自分の役割はこういうことを担うべきなんだろうかって、まあ、自分の役割をプロジェクトの中の自分の役割を再確認していくと、まあ、そういうことなんかが行われていくという意味で、えーまあ、デザインサービスデザインのプロジェクトの中で えー、例えばジャーニーマップを作るとかペルソナを作るとかそういったものっていうのはペルソナというその アウトプットが大事なんじゃなくてそれを作る過程自体がすごく大事なんだと、まあ、そういうことがとても言われているわけです。で実際これは本当にその通りで、まあ、言われているだけじゃなくて本当にその通りであってなのであのジャニーマップとかねよくなんかテンプレートみたいな,なんかこうエクセルの方眼みたいなのがあってこれを埋めていけばみたいなのがあるんだけど実はそういった作られたジャニーマップとかをあの見てもあそうですかなんかよくできてますねぐらいしか我々は思わなくってだから作られたものを あのジャーニーニマップとかペルソナを使うっていうのは実は全然プロジェクトの中では効果がないどころかむしろある種害になってしまう可能性があってどちらかというとまあそれを作ろうとするまあ動き自分がそっちに向いて動いていくっていうことがすごく重要になってくるというような意味で実はあのプロジェクトっていうものはまあそのプロジェクトが成立した後も継続して改善をしていくとか何か 変えていいいくってことこをやらななけければいけないその最初に作り出される最初のアウトプット自体で終わりってことはまずなくてずっと活動を続けていくときに、まあ、こういった何か作られるものを媒介にしてバウンダリーオブジェクトとしてお互いを知って自分の動きというものを作っていくということ自体が実は重要であると目的に向かうためのまあ議論、えー、相互理解自身の理解引き受けるタスクの認識、まあ、こういうことが実は重要になってくる。まあ、これがバウンダリー,、えーオブジェクトという、えー ものが最近着目されているまあ論点なんですねで、まあ、こういう観点で、えー、実は、まあ、これはあのちょっとまた違う話になるんだけども、まあ、最近ビジョン型で、えー、プロジェクトを行う、まあ、ビジョンデザインという言葉もあったりするけれども、えー、あえてここではビジョン駆動型、まあ、あの笹生さんの「ビジョンドリブン」という言葉を使ってるけどビジョンドリブンデザインという言い方をするんだけどもビジョン型でデザインをするということなんかが、まあ、最近よく 言わわれてるわけですでこのビジョン型っていうのは、えー、何か将来の見通しというものがあって、まあ、そこから現在に割り戻してバックキャストっていう言い方をするけど現在に戻して何をするかを考える、まあ、こういう意味で、えー、バックキャスト型っていう言い方をするんだけども、まあ、ちょっと細かい話なんだけど実はビジョンって、あのー、なんか。 夢を語るとか何か大きな夢を持とうみたいな,なんか夢と語られることが多いんだけどもあのちょっと今日はその話ではないからそこはあんま細かくやらないんだけども実はビジョンってこう視覚のね英語でビジョンってこう見えるあの視界って意味なわけでもともとその人たち自分たちが見えている未来への日本語でいうとね見通しなわけこ,のこういう未来というものはやれそうだ何か ちょっと無理だけど頑張ればやれそうだってことが見通せてるっていうのは実はビジョンで全然見通せてないけどなんか夢だけ語るっていうのは、ま、全く無責任なんですけ、ね、ビジョンじゃなくてあのまあそれはそれでもあのドリームとしては持ってていいんだけれどもビジョンとして語るものっていうのは実は今の地平からメンバー全体があそこだったらチャレンジできそうだというふうに あの見通せるもの、まあ、そういう意味で言ったら見通しっていう言い方を僕はあえてすべきだと思うんだけどそれがジャンプがある見通しをどれだけ作れるかっていうのは実はビジョンを作るってことの、えー、重要なポイントになるんだけどもちょっとまあそれは今回はさておきとしてでこのバックキャスト型で考えるということに対して、まあ、いわゆるデザインシンキングのアプローチのようなものっていうのは現在の課題を見つけて、えー、それをまあユーザーの観察をして課題が見つかったそれをどう解決していくかということで。 えー、先に進む、まあ、そういう意味でフォーキャスト型と前に進むバックキャストに対してフォーキャスト型っていうんだけどもこれらを、えー、合わせるとビジョン駆動型デザインというふうになってつまりまず将来のこうあるべきであろう自分たちはここまでいけそうだということを、まあ、5年後でも 10, 10年後でもいいんだけれども何かそれを作ってそこからバックキャストをして、えー、今今こんなこと今今やるべきことはまあユーザーの観察であるとか、あのー 現状の問題分析をを行っててそれを解決しまあこれがあのビジョン駆動型のデザインでだあの、まあ、両方は向きは違うんだけれども組み合わせて考えていかなければいけなくて、えー、フォーキャスト型だけだとねそもそも今の問題を解決した時どこに向かっていくのかってことがあの不明のまま進んでいくからあの実はあのデザインシンキングとかのアプローチをみんなが適用しまくると あの原理的には今いる人たちのニーズとかの解決をやるからどこの企業もどの組織も同じところに向かっていくってことに実はなっちゃいうるんだけどもまあその中で自分たちが今持っている哲学であるとか自分たちが今持っているリソースからこんなことができそうだっていうことをまあ言語化するのがビジョンで,でそれに基づいてえ未来に向かっていくというのはまあビジョン駆動型のデザインというふうに言えるわけですね。 このビジョンを作るっていう行為自体も、えー、バウンダリーオブジェクトとして捉えることができるとつまりどういうことかというと今言った通りビジョンというのは何か夢をこう適当なんていうといい加減に何かこうぶっ飛んだ夢を語るというものではなくて、えー、基本的には、まあ、現状の自分たちっていうのは果たして何者なんだろうどんな課題があるんだろうということを えー、チームであったり組織の中で共有をしていってで自分たちが望む未来ってものはどんなものがあるんだろうかということを、まあ、それも語り合う。で,で自分たちの可能性というものがどれだけできるのかつまり今今,今す,ぐやるすぐやれることっていうのは目先の話になるんだけどどこまでジャンプできるんだろうかということを、まあ、語っていくとで。その時には必ずしもみんながみんんななが、えー 洞察のね、その将来に対しての洞察をそんなに広く持てるとも限らないから何か未来の兆しのような新しいものを例えばリサーチをしてちょっとエクストリームな新しい活動が起こっていることとか、まあ、あるいはちょっとあの特殊な何かケースみたいなことをいろいろサンプリングしてきてそういったものを情報をいっぱい入れるとあこんな可能性もあるかもしれないこんな可能性もあるかもしれない、まあ、あのそういったヒントをインプットしながらでも 究極的には自分たちの中で未来についてどうありたいのかということをまあ語っていってそれをえー最終的にはまあ僕らとここに向かうんだよねって言語化をしていくというのがまあビジョンになっていくんだけれどもまあ実はここでもさっきと同じようにこのビジョンを語るビジョンを一緒に考えていくって行為自体が バウンダリーオブジェクトとして機能するというふうに考えることができてつまりビジョンを考えるっていうまあビジョンステートメントといわれるビジョンの宣言文を作るってことがゴールになるからなんかなんかかっこいいビジョンステートメントがあればいいんじゃないのっていうふうに捉えられがちなんだけれども全然そうではなくてそのビジョンステートメントってものだからさっきの「ペルソナ」とか「カスタマー・ジャニー」と一緒で借りてきた文言ではやっぱり全く意味がなく誰も共感とか誰も 腑に落ちてない言葉というものをいくらあの素敵なコピーがあっても意味がなくてもちろんあのこ言葉がね言葉の力っていうものはやっぱりある程度プロが介在をしてそこであの適切なステートメントになってるってことはすごく重要なんだけれども、まあ、それを徹底的に、まあ、現状からあの語り合うということが重要になっていってで、まあ、そういったような あ,のまあ、ある意味未来に対してのディスコースというものを作っていくという、まあ、その語り合うということ自体が実は、えー、ビジョンを見出すためにも重要であるし、えー、まあそれによって将来に対してさっきの,あの話と同じように、まあ、サービスデザインのプロジェクトと同じようにビジョンについて語り合っていくことで自分たちが何を今からやんなきゃいけないかということを自分で把握できる部分があったりあるいは まあそこに対して関与していこうというまあ気持ちがそこで生まれていくという側面があって実はビジョンも全く構造は同じでえステートメントが重要なんじゃなくてそこに向き合うというまあ態度自体がまあ重要であるというふうにえ考えることができるわけです。でまあここでちょっと具体的なあのケースの話をするんだけれども、あ。のー まあ以前え何年か前に行ったえいすみ市千葉県のいすみ市というところでやったプロジェクトなんだけれども、まあ、いすみ市というのはあのこういう千葉県のえ外房の <laughs> にありまして、まあ、いすみ鉄道とか割と有名で、まあ、ちょっと今コロナでいろいろ活動ができなくなってはいるんだけども、えー、伊勢美が取れたりとかするような素敵なところです。 でまあ、町が2005年に合併をして、えー、都心からの移住なんかがよくされるような、えー、町で、まあ、いろんなライフスタイルがあって東京から、あのー、越してきましたなんて人もいっぱいいると。で、まあ、これからの暮らし方っていうのはそういった移民移住してきた人も多いようなところで、まあ、どういう暮らし方をするのかってことを考えたいっていうのが、まあ、プロジェクトで。 えー、行ったものがありましてでこれはちょっと古いんだけれども2015年にまあリサーチを行って、えー、ライフスタイルのリサーチを行うんで2016年にそれを、えーまあ、結論としては地域おこし協力隊という人々と一緒に、まあ、具体化していくということを行いました。でリサーチの段階では <laughs>、えー まあ、システムとして理解をする必要があるつまり課題というものが、まあ、課題1課題2とかそんな単純化された形で社会課題ってものはあの存在してなくて、まあ、課題同士がそ,あのそれぞれリンクした形で依存した形で存在しているのでまあ,あの まあこういう分析を、まあ、システム分析という言い方をしたりとかあの因,果因果ループズ、えー、ものの、えー、因果がどういうふうに相互に依存していてどういうふうにループしてるかって、まあ、そういう分析の仕方っていうのが、まあ、サービスデザインの分析だったりあのシステム思考の分析だったりであるんだけどもそういう形で、えー、いすみ市というところが持ってる課題みたいなことの、まあ、分析を行っていって、えーまあ、そこからいろいろ子育てに関しての えー、どういう課題があってどういう着眼点があるんだろうかとか農業に関してのどういう、えー、課題があってどういう解決があるんだろうか、まあ、そんなことをまあ解き明かしていったわけです。でまあ実際にそういうような都市課題みたいなものが見つかっていってで、まあ、あのまあコンセントっていうあの僕らやってるデザインの会社の方でこれを行っていったんだけども当然ながらそういった地,地域の課題っていうものの解決をデザイン会社だけでやっていくっていうのは あの無理でそんなあのデザイン会社だけがその地域に、まあ、何かお手伝いできると思うんだけど、まあ、デザイン会社がやることじゃなくてやっぱり中にいる人がやっていかなきゃいけないということで、まあ、その時に、えー、作った、まあ、や,やり方というかあのアイデアというのが、えー、地域おこし協力隊という、まあ、あの総務省があの作ってるプログラムで、まあ、地域に移住をして、まあ、そこで、えー 一定のまあ生活費の補助を受けながら地域の中で事業をプロデュースしていくと、まあ、こういうようなあの制度があってでその人たちと一緒にやっていくのがまあいいんじゃないかということをまあ着眼したわけです。でところがまあこの地域おこし協力会っていう人たちはすごく意欲があって地域に移住をしてくるんだけれどもあのまあいろいろ課題があって、えー、まあ 急に、ね、あの地域に移住して何かこんなことやりたいと思ってくるので、まあ、あのみんなと仲,仲良くなっていないとあの地域の人たちとのコネクションがなかったりあるいは、えーまあ、自治体側の方も急に来られてもどう何をサポートするのかどうするのかっていうのも全然、えー、まだ連携もできていなかったりあるいは協力隊の人も東京で普通にあの会社勤めしてましたとかそういう人たちが。あの まあ,ある意味急に行くので特にビジネスがそこであの何か事業を起こせるスタートアップの能力を持ってるわけでもないと、まあ、そういうようなまあ課題があってただすごく意欲があるのでそれをうまくサポートすれば、まあ、事業はできるだろうなと、まあ、そういう読みというか、まあ、そ,その可能性はすごくあったわけです。でそこで、えー、我々が支援をしたのが、まあ、結論から言うと。 いすみ未来会議というあのイベントをプロデュースをするということを、えー、支援をしました、まあその前に実はあの協力隊の人たちに、えー、デザイン思考のアプローチをレクチャーをしたりとかあのさっきの、あのー、課題のシステム分析したようなものを伝えたりということを行った上でなんだけれども、まあ、そういったことを踏まえて、えー、イベントを企画をしたいすみ未来会議で。で このイベントっていうものはいすみ市の人たちを呼んで、まあ、こういう100人ぐらいのいすみ市の人たちが集まってでそこの中で、えー、企画を発表してもらうと子どもたちの命の大切さや食べることの尊さを伝えることを自分はやりたいんですとかあと空き家を、あのー、活用したいんですとかあといすみの素晴らしい えー、これ蛍の写真だと思うんだけども、えー、写真を使って町おこしたいんですとか何かもう本当に里山体験を何か研修プログラムにしたいとかチーズをあの好きなんでチーズの話したいとか本当にもういろいろ炭を作りたいんですとか歌作りたいんですとか、まあ、なんかみんなの思いを語ってもらう場を作ったと。でこれどういう仕掛けなのかで、ね、そ,その後、ね、あのねまだこれコロナの前だったので、まあ、こういう懇親会が。 行われていてい一発目そういう我々がムーブメントを作って、まあ、語り合う場を作るということを行ったものが、えー、その後あと <laughs>、まあ、協力隊の人たちで自分たちで自主運営をしてもらっていす未来百人会議という形で、まあ、あの彼ら自身で今運営をしてくれてるという形になるんだけれどもでこれはどういうことなのかというとあの実は、まあ、こういう企画を まあ、デザイン思考を学ぶとかあのビジネスモデルキャンバスでビジネスを知るみたいなことはできるとしても地域の人たちと一緒に活動していくってことを考えるときに実は、えーまあ、これあの今日いらっしゃる方とか聞いているられる方は、まあ、デザインについてある程度学んだりデザインということをあの経験をするとあのまあ いいわゆる中間公表みたいな形でね何か自分のラフなアイディアとかコンセプトみたいなものを、まあ、何かちょっと人に共有をして何かボコボコにやられるとか何かコメントをもらうとかして、まあ、軌道修正をしてブラッシュアップをしてより良くしていくっていうプロセスがあるんだけれども実はあの一般のというとちょっと語弊があるけれども日常的にはあまりその完成してないものを人に そのまだラフな手書きのラフなものとかを人様にさらすのは失礼だぐらいのなんかそういう感覚っていうのは社会常識としては例えばあったりすると。でそれは実は実すごくあの機会をあのいつしていてというのはやっぱりプレゼントしてねある完成されたものを持ってこられると、まあ、二重の意味でいろいろ聞いてるが困るわけ。というのは。 あまりにも,もう話がが出来上がってる全然あのどうしようもないと思ってもうどこ突っ込んでいくかここまで作り込んだ話にもうちょっとどこ突っ込んでいくか困るわみたいな話になるしあとまあだから否定もなかなか難しいしそれだけ一人で話が完結されちゃってるともう自分が入る余地がない感じがすごくしてしまうとっていうことがあって、まあ、いわゆるデザインでいうとこのラフダーティープロトタイプすごく荒く。 どちらかというと汚くプロトタイプがあるということで、まあ、見てる側もそれに対して、えー、あすごくラフなんだなってことをプレゼンテーションを受けてる側も感じるからむしろコメントがしやすかったりすると、まあ、この段階だからコメントしてもいい,い,いだろうって気持ちになる、まあ、これがラフダーティープロトタイプってわざわざそういうあのメソッドとして言われてるようなものなんだけれども実はあのいすみ未来会議っていうのはいすみ市の地域おこし協力隊の人たちに すごく初期の段階のアイディアを市民にこう出してもらうってことで全然まだビジネスプランとかそういうものが決まってないんだけれどもあのチーズが好きなんですもういすみのチーズ大好きですってことを熱く語るということを言うとあじゃあこのうちのチーズも食ってみろよみたいなとかねなんかその市民の側も関与してくるあるいはいやそ,のそんなこと言ってもそうでもないよみたいな否定的な意見もすごくラフな段階のあの プレゼンンテーションであるとツっコみもしやすいし関与もしやすくなると、まあ、そういうある種だから対話を生み出すことができるような場というか関係性を作るものとして実はあのいすみ未来会議というものは設定されていてで、まあ、デザインをやってる側からするとデザインの思考の中の,そのどちらかというとからいわゆるデザイン思考のユーザーの共感を得るとかあのまあ プロセスの、ね、そのアイデーションでブレストでアイデアを100個作るとかそういう話というよりは、えー、まあ今日の話の文脈に載るところのまあ物事について語りやそのディスコースということを作っていくあるいはそのもっと言うと対話の場を作っていくとか、まあ、その先にイノベーションが生み出されるような何か議論を作っていく場を、まあ、生み出していかなければならないというところからのまあ このいすみ未来会議という場の設定があって、まあ、実際あのそれによってもちろん全部のプロジェクトが成功しているわけではないんだけれども、まあ、いくつかのプロジェクトはいすみの市民たちと一緒にプロジェクトをまあ作っていくということができるようになっていっているとで。もちろん、まあ、その他のあの協力隊の人が自分のもともと持っていた問題意識を持ってきているということに対して、まあ、課題の全体像みたいなものをまあ 見せる、まあ、これはシステミックデザインっていうあのいろんなレ,レイヤーのいろんな異なる問題をまとめて引き受けて解決するっていう、まあ、そういったサービスデザインの考え方みたいなことももちろん伝えてるし、えー、ユーザー観察に基づいて提案するっていう、まあ、デザいわゆるデザイン思考のことも伝えてるんだけど、まあ、そこよりもこのラフダーティープロトタイプというものでコミュニケーションを取っていくっていうことが、まあ、そこから対話が生み出されていくとかあるいは、えー、市民の側にも、まあ、何か あ協力出来上がった企画書だけを見るんじゃなくて、まあ、そのイベントというものが、まあ、一種の対話の場のバウンダリーオブジェクトになっていってでそこで新しいモーメント動きというものが何かこっちにこうやって動いていくんだという動きが作られていくと、まあ、こういうようなことが、えー、できる場として、えー、機能させられたんじゃないかなと、まあ、思ってるわけです。で 実はまあ今デザインというもの自体が、えー、デザイン・フォー・ピープルの時代からデザイン・ウィズ・ピープルの時代を経てデザイン・バイ・ピープルの時代になっているということが、まあ、言われているでデザイン・フォー・ピープルっていうのは主にまあ20世紀型のデザインで、まあ、プロがあの依頼を受けたらもう「提案します」っつってこう何かこう練りに練ったものをバーンと出すみたいなところがまあ 人々のためにデザインをするっていう、まあ、デザイナーの、まあ、もちろんそういう側面は今でもあ,あ,のあってもいいとも思うんだけれども、まあ、そういうあのデザイナーというものがそういったものを提示する立場であったというところから、まあ、人々を巻き込んでいく、まあ、これはユーザーを巻き込んでいくということもあるし例えばデザイン思考を使った事業開発をしていくっていうと、まあ、そんな、ね、あのデザイナー側が提案してビジネスプランをサー,ビスデザインサービスデザインでビジネスプランを提案しますってことは全然無理な話で。 まあ事業者と一緒にやっていいくしかなデザイン with people で、まあ、デザイナーは人々と一緒にデザインをやっていくという時代が、まあ、2000年ぐらいから、まあ、ずっとあの行われていてでこれが今、えー、もうさっきの地域おこし協力隊の人だったりとか、まあ、非デザイナーの人たちがデザインができるように、まあ、デザイナーはそれを支援して、えー、サポートをしてでもう人々が あのデザイナーなしでもデザインができるようになっていくべきであろうと、まあ、そういう時代になってきてと,というのはこれだけやっぱりデザインの今今日話を聞いているような内容であるとかデザインの考え方っていうのは、まあ、社会においてすごく重要であるし、まあ、役立てられるというものであるのにデザイナーだけが、まあ、デザイナーはね社会の問題に対してもう少なすぎるので、まあ、デザイナーじゃない人のほうが圧倒的に多いわけだから、まあ、その人たちが いいかかにデザインをやっていけるかと、でまあ、それによって行われるもたらされるものはソーシャルイノベーションである社会の中で、まあ、多くの人々が自分たちの中でのディスコースを通じて意味のイノベーションを社会の中でデザイナーじゃない人たちがポコ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 と起こしていく、まあ、そういう時代というものがこれがまあソーシャルイノベーションという分野のまあ第一人者のエチオ・マンチーニという人が あの最近出したあの日本語で「日々の政治」という名前「Politics of the Everyday」というまあ本の中でまあそういうことを提唱していてで今やはりあのいろんなプロジェクトがどん,どんどんいろんなところで起きていってそれによって社会というものがまあ変わっていくというようなことをまあどういうふうに支援していけるのかまあその時にデザインのスキルであるとかあの考え方ではなくてまあ今日あの 論点として挙げたいのは、まあ、デザインの中でのそういったスキルレベルの何か学べるところではなくてその、まあ、ディスコースあるいはその対話をしていくというような場づくりであるとか、まあ、そういったところが割と重要な論点になるんじゃないかというのが、まあ、あの今日皆さんに提示したいあのアイデアで、まあ、それをどういうふうに作っていけるのかということが、まあ、これからまあ こういったデザインのコミュニティの中で議論していかなければいけない問題なんじゃないかなと思ってます。はい。で、まああのまあデザインというものは広がっていって、まあもとのもちろんアウトプットされるものがまあ何かえグラフィックであるとか、あの形であるとか、あのテクスチャーであるとか。もちろんそういったものがあの大事じゃないという話は全くなくて、もちろんそういったものに僕らはあのなんだかんだ言ってアイディアだけではあの 反応することができなくてインタンジブルなその触れないアイディアというものをこういったタンジブルな触れるもので僕らは見たりあの感じたりするわけだからもちろんアウトプットされるものっていうのは大事なことはもう大前提にあってで加えてまあデザインのプロセスというものがあの適切なプロセスをちゃんと持っているということでまあ良い結果に結びつくというものもある。で態度としての まあ、そこに向き合うということがどういうことなのかということがイデザイン、まあ、そういったことを社会の中に広めていくっていうのが、まあ、今デザインをこの2020年代にデザインをやっている人たちっていうのは、まあ、すべからく僕はみんなそういうことを広めていくということもこれからはあのー、自分たちの、まあ、論点に入れなければいけないと思っているんだけれども加えて、まあ、今日あのさらにもっと言いたいのがまあ 対話の場であるとか、まあ、そこに向かっていく、まあ、バウンダリーオブジェクトをうまく使ってその対話を引き出してコミュニケーションしていくようなコミュニティを作っていくと、まあ、こういうような、あのー、場作りであるとかあ,のあるいはそのきっかけを作るその、まあ、バウンダリーオブジェクトっていうのは何で有効なのかっていうと、あのー、さっきのね、あのー、サービスデザインの例なんかでもちょっと話をした、まあ、カスタマージャーニーを作るっていうお題があると。 何かユーザーザのことを考えられるんだけどそれがないとただユーザーのこと話し合おうよっつってもなかなかうまくいかないんだけれどもアウトプットされるものをうまくそのある種出しに使うことによって、まあ、我々が会話対話ができるようになっていくっていう、まあ、そういう側面があってなので、えーまあ、デザインについて考えるとか携わる人々っていうのは まあそういううまくそこを使って何がバウンダリーオブジェクトとして使えるのかということをまあ考えながらまあそこまでえ仕掛けていくあるいは試していくまあそういうことによって共通のまあ言説をディスコースを作っていくということもあるしあるいはまあ文化を作ら文化を作っていくというふうにえ言えるのかもしれないんだけれどもまあそういった活動というものがこれから求められるんじゃないかなというふうに でまああのー、そうです、ね、そういう論点というものを、あのー、よりデザイナーたちが共有をしていて社会の中で、まあ、それを、まあ、ある種広めていくことによって生まれるものがソーシャルイノベーションであると、まあ、そういうふうに、あのー、僕自身は今考えておりますと。はい、というところで。 えー、こういった論点出しで私からの話題提供は終了とさせていただきますご清聴どうもありがとうございました瀬川先生ありがとうございましたソーシャルイノベーションをテーマにまさに最先端の領域を教えていただくことができました、うん ビジョン、ミッション、パーパスとかそういう言葉は浸透はしてきましたがビジョンに向き合う態度に意味があるっていうことがすごくお話印象的でしたし、まあ、高度なデザイン領域かなとも一見思いましたがこノ,ンノンデザイナーの方にも勉強になったのではないかなというふうに思いました。ありがとうございます。そうしましたら会場から、えー、質問やコメントなどもしございましたらマイクを回したいと思うんですがいかがでしょうか。 いかがでしょうかょ難しいでしょうかたくさんいらっしゃると手が上がらない法則が最近 <laughs> 見えてきてもいるんですがあでは後ろ大変貴重なお話あの勉強になりましたこれ最初にする質問じゃないかもしれないんですけど、はい、あのデザインドリブンイノベーションの 紹介の時にディスコースが前段階じゃなくて、もう一つ違う概念があるのかもしれないみたいなお話をさせていて、もし一旦でも短くてもよければあ,<ー>あの最初お聞きしたいなとって、は,はい、質問させていただきます、はい。ありがとうございます。あのー、そこってまだ僕も確し、えっ、ー、ともう確信、えー、確信を持って言ってるわけじゃないんだけれども、あのー、意味のイノベーションが起こるあそこのところってすごく あの図自体が、まあ、ある種他よく言われてるんだけどデザイン思考と対比の形であの概念が出されてるからあえてあのユーザーを見るじゃなくて自分からってちょっと割と何だろうなデフォルメして言ってるところがあると思うんだけども僕自身はあの意味のイノベーションが起こるあのプロセスのスタート時に別にディスコースという言い方をしなくてもその起こす人の主体的な経験であるとか あのその人のこれまであの行ってきた、まあ、オブザーベーションの,その観察であるとかリサーチであるとか、まあ、そういったことがあってこそのあの気づきがひらめきが起こるものだとは思っていてまああのベルガンティはそこにおいて実はディスコースというものがあることによってその意味のイノベーションの成功確率が高まると、まあ、そういうような言い方をしてるんだけれどももちろんそれはそうだとは思うんだけどディスコースだけでは なくどちらかというと本当に個人の中でふつふつと内面的に温めてきたものというものから開花するということでもいいと思うしでもそれもあの一つのアイディアというものをもう何だろうな我々のその個人のそれまでの生き方ってそれこそシ,システミックというかそのいろんなマクロのマースレベルの情報もあれば個人レベルの日々の 小さな喜びも悲しみもあればっていうことの蓄積で我々の今の意識というものが出来上がっているのでまあそういったものの集大成としてはあそこが生まれると思うのでまあその言い方をすると身も蓋もなくなってしまうんだけれども、まあ、必ずしもディスコースだけではないという言い方にすべきだとは思ってはいるんですというのがあそここののもうう一つの可能性というといろでしたそんなことで答えになってますでしょうか。 はいと思いますはい。ありがとうございます、えー、会場からは大丈夫そうでしょうかありがとうございますそうしましたら、えー、時間も迫ってきましたのでちょっと質疑の時間を終了とさせていただきたいと思いますありがとうございます ここですいません一つお知らせで本日の学びを深める場所としましてスクリーンラボというバーチャルな空間を用意しておりますオンラインのホワイトボードアプリケーションのミロを使って気がついたことや今日皆さんがメモを取ったことを共有したり展開する場所ですバーチャルな学びの場所の放課後のような機能がなればいいなという思いと本日教えていただいた領域が深まって 発展していくような場所になればと思っております。URL は YouTube の概要欄に記載していますので、覗いてみてください。あっという間の時間ではありましたが、多摩デザインユニバーシティ講義プログラムソーシャルイノベーションみんなのデザインとは何かを終了とさせていただきます。じゃちょっとみんなのみんなのデザインということでちょっとあの一つこ告知をぜひお願いします。あのまあこれちょっとあのタマデザインユニバーシティの場で言うのも。 むさびという大学でですねバリュークリエーションプログラムって今度新しい、あのー、どちらかというとだからみんなのデザインということの、まあ、下支えをするようなプログラムを今ちょっと企画をしておりまして今度出てくると思うのであの興味を持たれた方はチェックをしていただければと思います。ああありがととうううございいいますも一つぜひっぱ あ,のあと僕がやってるコンセントっていう会社でもあのコンセントデザインスクールっていう、あのーまあ、デザイン会社なので内部であのナレッジシェアをしているプログラムがあるんですけども、まあ、それを社会に、あのー、もっと広めていこうってオープン CDS とオープンコンセントデザインスクールっていうあ業をあのちょっと今年やり始めてますの、ね、でそういったものも関心持たれた方はぜひチェックをしていただければと告知をさせていただきますありがとうございます、はいもう学びの場どどんどん増えていくというような 昨今ですね、素晴らしいです。ちなみに URL とかはもう公開されてるんでしょうか。えっと、コンセントの炎は公開されていて、で無沙汰のプログラムはまだこれからなので<あ>ちょっとなるほどチェックをしておいていただけと思いますあ。ありがとうございます。ちょっともしわかれば YouTube のコメント欄にあ,<ー>あ、えっ、ー、と概要欄に書いておこうかなとも思いました。はいはい、ま,まだ,ま,ま,だ,ま,だまだ多分ないと思います。あ、はい、わかりました。じゃあちょっと皆さんチェックをしてみてください。はい、ありがとうございました。そうしましたら改めまして。 長谷川教授、本日は貴重な講義をありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは終了となります。ありがとうございました。